杉山元次郎杉山元次郎は、大正、昭和期の政治家、農民運動家、牧師、大阪府仙南郡北中通村出身、大阪府立天皇寺の学校在学中に、キリスト教徒となる。卒業後和歌山県庁に入庁し、県農会の初期を務める。また、同地の日本キリスト教会に出入りするようになる。同教会の青年たちが、 非戦論の演説を行い見解で問題となった煽りを受け、杉山は県庁辞職を余儀なくされ、その後東北学院進学部に入学する。1909年卒業後、仙台市の東六番町協会の牧師に昇平される。さらに、福島県小高町の小高協会に移り、ここで月給1円50銭で牧師を務める傍ら、種病、農器具、 肥料の取り継ぎ販売を行ったり、近在の村々を巡回して、土壌学や肥料学の出張講義を行ったりしていた。やがて社会運動に停止するべく、大阪に戻り、沖の岩三郎の仲介で、香川とよひに会い、そこで農民運動への協力を求められる。以後、昼間は大阪市の交際会育児部で働き、夜は大原社会問題研究所に通いながら、 運動立ち上げの準備を進めていた。1922年、杉山を組合長として、日本農民組合が発足した。組合は急速に発展し、3年後の1925年末には、組合員数は7万人を超えた。1925年普通選挙法成立を受け、無産政党結成の機運が高まり、1926年労働農民党が結成されると、 初代執行委員長に就任する。しかし、老農党、日農ともに左右構想が激しくなり、杉山は日農組合長、老農党委員長を辞任。その後1927年に、三宅正一、浅沼稲次郎が作った日本老農党系の全日本農民組合委員長となり、1928年全日農と日農の統一による、 全国農民組合の委員長となった。1932年、第18回衆議院議員総選挙に、旧大阪5区から、全国労働大衆党公認で立候補し当選。以後戦前、戦後合わせて9回当選する。大戦中は、翼3政治会に所属していたこともあり、戦後は、公職追放となる。解除後の1951年には、 大阪府知事選に立候補するモラク翌1952年の第25回衆議院議員総選挙で右派者回答から立候補して当選。1955年衆議院副議長となる。1964年10月11日死去。去年78。ありがとうございます。